インスタ映えしないもの、インスタ映えさせた方が勝ち選手権。どうもみなさん、ヒロムです。コウです。ということで、キッチンの裏から、お送りしてるわけですけども、まぁ、ちょっとはインスタ映えしそうなね、まぁ、微妙か。インスタ映えしないものをお互いに3つ買ってきて、それを交換して、よりインスタ映えさせた方が勝ちということで、まぁ、みんなにもね、コメントで決めていただきたいと思います。で、今回は、まぁ、一眼レフとかさ、持ってる人あんまいないじゃん。最近あと GoPro とか持ってるね、もう JK とかすごいけどさ、基本的にスマホだと思うから、撮るのは iPhone7 で。いきたいと思います。お互いツイッターであげるか。お互いツイッターで最後あげます。じゃあお互いにまだ何も見てないんで発表していきましょうか。こちら缶詰はさ、そういうのに反比例してるっていうか、これだったらもう確実にインスタ映えしないんじゃないかなっていうので、どうぞ。こちらじゃん、枝豆です。ここに注目、 10% 引きドライバーでございます。はい、どうぞ。これよりの人たちがね、汗水垂らして使ってる感じするから、ね、これはそう、北斗の剣です。まさかの本。はい、おもちゃのゴキブリでーす。あ、間違いなくこれだよね。イブです。自分欲しいだけじゃないの今それ。そう、ちょっとね、喉の調子悪いから一切乗してる人いないでしょ。ちゃんちゃんの来たよ。これの方がいいかもしれない。めっちゃインスタ映えしてんだけど。はい、ということで皆さん、ここにね、書いてありますけど、 SS 製薬っていうところ私ですね、 SS 製薬の本社着きました。どうだろう、置く場所としてはこんな感じに。はい、ということで帰ってまいりました。結構あれから3時間ぐらい経った。じゃあ真ん中で、はい、じゃあここに写真が出ます。せーの。あー、なるほどね、こういう感じね。家にいたからこそできた写真、忍び寄る影っていう。忍び寄る影、かっこいいタイトルがついてるじゃないですか。うまいね。なるほどね。インスタにアップしてもいいぐらいのレベルだと思う。でもさ、一つはして、アプリ使ったらね、使ってないでしょ。そこよ。そこよ、インスタ映えそこよ。ちょっとマロンの写真アップしてるからね。iPhone 撮るのあれば、あの、アプリ使ってるのもあるし、一眼レフアップしてる時もあるんですけど、みんなアプリ使ってるんか。穴だね。ゴキブリ難しかったよ。ゴキブリね。でもこれも、ゴキブリって家で出るじゃん。だから僕はこういう写真を撮りました。ドン。ナイトプール。ナイトプール。ナイトプールイコールインスタ映えですからね。めちゃ難しいからね、これ。超むずいでしょ。一番いいやついきます。はい。じゃん。背景微妙じゃないこれ。男臭いとこ探してたんだって、ガチャガチャした感じのとこ。なるほどね。忘れ去られたドライバーみたいな感じ。あー、うまい。北斗の剣で言ったらパチンコっていうイメージがあるんで、まあ、パチンコ屋でね、撮りました。こちらです。何これ、え、これパチンコ屋なの。おしゃれなとこあったから、そこに本立てて。へぇ、うん、もうパチンコ屋に見えんね、これ。僕行きました、おしゃれなお店に。こちらです。スタバか。どこだ、これは。まあ、スタバではないんだけど、もちろんね、ここに本体は食べてはないんですけど、そこにこう、ひっそり置いて一緒に撮るっていうね。もう、なんていうの、ごまかしで行ったの。中和だよね。中和。一人でね、ソロで入る人なんていませんからね。だから普通にさ、思ったんだけどさ、なんかやっぱインスタ映えとか流行ってるのかなと思ったよ。その日に買った服か分かんないけど、こうやって友達に撮ってもらう人。もうカフェはみんなそんなもんなんじゃない、いて。まあカフェではないとかじゃないんだけど、そうやっててね、あ、これ絶対インスタじゃんと思って。僕ね、はい、なんと、はい、イブ作ってる、はい、SS 製薬の本社に行きました。こちら。どこにあるの、イブは。そうです。え、めっちゃおしゃれじゃん。 SS 製薬って書いてある、本社って書いてあるところ上に置きました。どこにあるの本社。港区かな。行ったの。あ、俺も撮ってて思ったけど、あの1枚撮るためにさ、すっごい努力が隠されてるよ。いやね、間違いない。3つ撮るの3時間かかったから、1枚1時間かかったってこと。かけすぎ。